ちょっとやっぱ、ね、うどん大好きだっていうのにちょっとね、そうそう、食べていきましょう、うん、どんどん行っていきたいですね。はい、はい、そんな感じで。あ、なんだ、なんだ、なんでしょう。お、なんか来ましたよ、速報でございます。あ、こういう感じ、ニュースみたいな感じ。かっこいい。うん、ちょっと斜め45度で。この音は樹海か。え、ついてきて、ついてきて。え、なんだと。こんにちは、速報でございます。今週から始まりました樹海化速報のコーナーです。番組の途中で突然樹海化速報と樹海化を解くためには何々をしなければいけないというミッションが同時に届きます。ミッションにチャレンジするのは私たち3人なんだと。ミッションをクリアしないと樹海化を解くことができません。つまり笑わない、そこ黙りなさい。つまりラジオを続けることができません。なんだと。ということで、樹海化を解くために早速ミッションを見てみましょう。はい、すごーい。なになになに、突然始まるんですねこれね。あー、あー、笑いこらえるの大変。今回のミッションこちら、はい、3人で可愛い声で樹海化タンやめてくださいと言ってください。せーのでいいんですか。一人ずつだと。一人ずつだそうです。それでは誰からチャレンジしますか。これはじゃあ、じゃんけんぽん。はい、こうでしょ。あ、私負けました。これはじゃあ、じゃあ最後はパリニャスに取っておくとして。あ、じゃあ私からですね。はい、かしこまりました。それでは行ってみましょう。ミッションスタート。樹海化タンやめてください。続いてお願いします。それでは最後、樹海化タン。どうして。これはチャレンジ失敗なんでしょうか。あ、もう一度私からとのことです。まさかの連帯責任、恨みます。それでは内山から。樹海化タンやめてください。樹海化タンやめてください。樹海化タンやめてください。おお、意外と厳しいこのミッションということで、ミッションクリアとのことです。ミッションクリア。はい、ということで、ミッションクリアしたということで、日常が戻ってきました。よかった。大変重々しい空気になっちゃうよ、樹海化になると。樹海化って大変だ。気をつけて、気をつけて。照井さん以外ですけどね、重々しい空気。はい、そんな感じでストータもご紹介してきましたが、なんかどうやらこういう感じでね、突然樹海化が、警報が鳴ったりもするらしいんで、これから気をつけていきましょうね。このアニメ厳しくないですか、私たちに。このラジオだ。まあ、いろんな意味で確かに成長できそうな気はしてきた。よし。はい、そんな感じでたくさんのお便りありがとうございました。引き続きアニメの感想や私たちの勇者部に聞きたいことなど何でも送ってきてくださいね。はい、はい。結城ゆうなは勇者である。